はい、皆さんこんにちは、ヌペです。三国志やってきましたでしょう。さあ今回からまた新しい武将で中華統一を目指していきます。今回からプレイする武将はこちらでございます。はい、芝居でございます。今回は芝居でプレイしていきます。シナリオはですね、仮想シナリオ英雄集結でやっていきます。これはですね、時代の垣根を越えて全ての勢力の方たちが出てくるっていうね、曹操もいれば劉備もいるし孫権もいるで、董卓がいるし呂布もいるみたいなもう全員出てきます。さあでは頑張っていきましょう。今回芝居からですね、配下部署にこちら銀河英雄伝説からヤン・ウェンリー、そしてユリアン・ミンツ、そして前回のシナリオで手に入れたイニシエ部署リョショウさんがね参加させてますんで、さあ頑張っていきましょう。さあ行きましょう、行くぞ。はい、で難易度はもちろん上級でやっていきます。さあ頑張りましょう、行くぞ。はい、頑張って。今は昔、中華全土に群雄が割拠し、やがて三国が定立して争った大乱世の時代があった。黄金の世を目指した大権領主昇格、漢朝を蹂躙した暴虐の魔王董卓、中原を震撼させた天下無双の飛将呂布、漢に変わらんと帝位を戦勝した義帝袁術、その名声を天下に轟かせた華北の覇者袁紹、慶州にて学問を盛んにした甲賀の八旬劉表、三代にわたって勢力を築き上げた高等の虎孫権、昭和王孫策、壁岩寺孫権、四尺から始まり司教を極めた乱世の勧誘曹操、桃園に義を結び官庁再興を志した仁徳の人劉備、そしてそれぞれの思いを抱き生き抜いた数多の優勝名臣軍師美女、現れては消え消えては現れた英雄たちが今時を超えて一つの天下に集結する。さあ私たちは生き残ることができるでしょうが、頑張っていきましょう。芝居様お待ちしていますぞ。うん、戦略を始める前に我が軍の目標を説明しますぞ。我らの目標は天下統一です。最後に大陸に残った勢力が天下を制することができます。うん、勢力の占領地域はどれですか。この通り地図に塗られた勢力色で表されますぞ。部隊の移動で占領地域を拡大できますが、まずは内政で国力を向上させながら近くの国出陣するのが良いでしょう。そんなのんきなこと言っていていいのかですかね。それでは命令してくだされ。わかった。さあではやっていきましょう。まずは私たちはこれか、これですね、長安を占領してるんだね。で周りを見てみるとどんな感じで、まずは東官、そして監獄官がある。でこっちの洛陽には家臣がいるのか、なるほど。で南東の方にはこれは誰だ、これは誰でしょうね。都市情報、長宿だ。こっちには毛角で、こっちにはいるのは長野さんか。この人はね結構好きなんですね、私個人的に。でこっちには董卓がいるのかいきなりやばいな。でこっちには関水、うん、なるほど。これはどっちを攻めていくべきかな。で向こうの方には馬頭さんがいるのか。うわー、そうか、董卓がいるか。ちなみに董卓の勢力ってどんな感じ。ちょっと見して。勢力、董卓の武将は能力、董卓じゃなくて海遊か。で董卓、各水、で長領がいないな。この人か、各氏か。ちょっと間違えちゃった。長領はどこ行ったんだろうな。でこっちには
ちょっと離れたところに曹操がいるんだね。うわー怖えー。これどうなるかな、わからん。まだまだわからんな。で、私たちの勢力もじゃあちゃんとチェックしていきましょうか。まずは、君主は芝居でございます。で、爵位はまだ何も持っていない。で、武将はですね、ちなみに、まあ一番武力が高いのはユリアンか。ユリアンなの。みんなちょっと武力向きじゃないのか。ちなみに知力の方では、旅将とヤン・ウェンリーが知力100。いいね。この二人はすごい。で、その芝居が、96か。これでトップじゃないんだ。で、他の方たちも軒並み知力は高いね。で、政治力も高いし、魅力もかなり高いのではないでしょうか。で、統率もかなり、高いね。だとすると、私たち難易度低いんじゃないかなと思うけどな。でも、すぐそこにトータクいるからな。やだな、これ。じゃあ、次は姿勢やっていきましょうか。姿勢はね、まずは、なるほど、こんな感じか。支援がたくさんあるのは非常に助かる。で、戦闘も5個枠があるから、これは助かるな。じゃあ、まず戦闘はそうやな。戦闘も数が全然ないな。ちなみに、軍師はこの方ちょっと心もとないな。旅将か、だから、ヤンに任せたいな。じゃあ、旅将さんでお願いします。いや、待て待て。ここは、ヤンウェリーで入れていきましょう。わー、ヤンウェリーだ。私ね、銀河英雄伝説大好きなんですよ。じゃあ、どんどん枠入れていきましょうか。ちなみに、ここはじゃあ、まずは、旅将さん。そして、しばし、長春花ちゃん。うんうん。で、じゃあ、この人、入れていこう。あとは、で、枠が埋まったか。で、謀略の方はそうだな。じゃあ、この方入れようか。うん、はい。で、戦闘は、じゃあどうする？この二人、あ、い、ちょっとこの二つは心もとないね。で、内政はそうだな。じゃあ、とりあえず、この方入れようか。多分、芝一族の方だね。で、人事はそうね。あ、ユリアン出てきた。人事の全政策の効果を発揮。あ、いいじゃん。あとは、地域訓練歩兵担当官の費用が減少。これでコスト、あー、超えちゃったか。余裕で超えてるわ。ってなると、これでもきついもんね。だから、ちょっとこのあたりから減らしていこうか。そうな。とりあえず、じゃあ、輸送隊の機動と輸送量が増加。これ、削れば、うん、ちょうどコスト30に収まったね。オッケー、いいでしょう。レベル10を超える政策があります。どれ？待て待て。さあ、まあ、これでいいです。じゃあ、行きましょう。はい。は、軍師の任、しかと拝命いたします。ヤン、ヤンウェンリー頼んだぞ。ミラクルヤンだからね。もう、すごい人なんだから、この人。さあ、では、官職も上げていこう。ちなみに、あ、役職は全部埋まっちゃってるか。できれば、ヤンと旅将に、何か特別な官職をあげたかったんだけどね。で、命令書があと1個しかないか。じゃあ、まず、この統監、そして監獄官を取っていこう。じゃあ、出陣します。陣形で、水耕持ってるのは、この方。うん、じゃあ、この方行こう。で、すぐこれ取って。こう。こうな。さあ、間に合うでしょうかね。さあ、行きましょう。占領ね。はい、決定。さあ、行ってみましょうかね。さあ、みんなどう動くでしょうか。はい、行くぞ。さあ、まず、あ、この戦略フェーズがめっちゃ時間かかる。さあ、まずは、さあ、出てくるか。とりあえず、家臣はとにかく動かなかった。さあ、とりあえず、さあ、まずは、統監取って、で、次こっちだね。さあ、監獄官、取っていきましょうか。他の方たちがどう動くかだよね。どうした、ヤンウェンリー。長安あたりで極上の品を見たとの噂を聞きました。了解。関水軍が我が軍の長安方面へ向かってると。了解。よう見してみ。でもこの人は多分、この辺の歩とかを取りたいわけでしょ？あ、多分関係ないと思うよ。さあ、ちょっと、こう、董卓をどうするかだよね。じゃあ、まずは探索をしていきましょうか。まず、じゃあ、長安には、芝居か、芝居がじきじきに行くのか。
じゃあこの人にお任せしましょうか。はい、じゃあお願いしますね。はい、参ろう。で、命令書はあと10個じゃなくて9個か。決済はなんか提案してくれ。推挙。あ、じゃあこれお願いしましょうか。はい、吉報をお持ちしました。印象殿がワーグンへの士官を承諾した。あ、はい、ご苦労様。で、あとはまあこんなもんでいいか。じゃあ次は当館に、この方向かわせましょう。引き続きね。はい、はい、じゃあこっち、はい、お願いしますよ。はい、占領。さあ、ここでいいかな。今のもの出陣です。で、次は、内政か。まずは、都市の、この母兵担当官とかを決めないといけない。じゃあ、母兵担当は、ユリア。ユリア。そうか。で、こっちの訓練担当官は、じゃあ、芝居で。はい、お願いします。わかり申した。で、あとは、地域内政。自動やると、こんな感じになるか。ちなみに、まあこれで、まあいいよね、多分。で、命令書がなくなるけど、まあいいでしょう。はい。任せてもらおう。さあ、では、じゃあ監獄官も取っていきましょうか。はいよ。さあ、まずは、この攻めるって言ってた人たちが、多分これ取ろうとしてんだよね。うわー、来た、やばい。うわー、なんか、来てるよ。長安で芝将が、この方を発見しました。どうかな？共に行こう。オッケー！よし。まずは武漢をどんどん取っていこう。で、まず1000人ゲット。さあ、で、ここからどうする。さあ、次はどんどん報酬を上げていこう。ちょっとヤン・ウェンリーとユリアンの忠誠度が低い。よそ者だからな。じゃあとりあえず上げておいて。よし、 OK。 で、ちなみに誰か投与できたりするかな。一旦ちょっと確認してみよう。さあ、じゃあこの方、この方をじゃあ投与していきましょうか。18日後、頑張ってください。では参ります。で、お次はじゃあこの辺の負とかも取っていこうか。じゃあ出陣して、動きが早いのは誰。ユリアンか。よし、じゃあユリアン行ってくれ。じゃあ千人ばかしで、じゃあここ取って、で、ここ取って、で、ここ取っての、こっち行こうか。さあ、ちょっとこの辺は厳しいな。じゃあこっちこう。で、とりあえずこっち入ろうか。あ、こっち入ろう。はい、こんな感じでいいでしょう。はい。さあ、で、次は、じゃあ次は決算やっていこうか。この中で、じゃあこの方、推挙。どんどん武将を取っていこう。車検殿がワーグンへの士官を承諾。 OK。 さあ、で、次は内政だな。地域内政で、監獄官は誰入れようかな。ユリアンとかヤン。よし、じゃあヤン入れようか。ヤンはじゃあ商業頑張ってください。はい、さあ決定。さあ頑張ってね。で、もう一部隊出陣するとしたら、じゃあこれ、芝居しかいないか。じゃあ砲屋を出せる人は、じゃあ印象さん。あ、いいね、ちょうど。じゃあこの方を、じゃあこっちの方、はい、で行って、で、一回戻ってきましょうか。はい、 OK。 はい、決定。で、次はじゃあもう一部隊ぐらい出そうか。じゃあそうだな、芝居出しておこうか。芝居はじゃあ遂行で、まずはここの歩を取っていこう。中継して、で、ここの歩も取っての、こっち、はい、入場。はい、決定。みんな行くぞ。もう一部隊ぐらい出せるよな。じゃあそうやな。砲屋で、この方、この方に、1000ぐらい任せて、この辺をちょっと占領してもらおうか。はい、お願いします。出陣する。さあ、こんな感じでいいですかね。さあ、今は内政を頑張っていきましょう。そしてどんどん占領地を増やしていこう。まだ戦う時ではないような気がする。さあ、で、一通り戦略フェーズを終えて、お喜びください。で、新しい宝物をゲット。で、この方いなかったんだ。そうか、無駄足になってしまった。で、トータ軍と芝居軍の外交官僚が、てか、なんでなんかやったかな。さあ、で、どうなる。で、家臣軍の手の者が、なんか悪い噂を流してるんだって。やめなさい。さあ、で、あとは
さあではまずは決済をやっていこうか。じゃあこの水器を、はい、じゃあ実行します。成功です。でこの方が我が軍に仕官する。 OK ナイス。で次はじゃあどんどん探索もやっていこうか。じゃあ探索はじゃあこの方、うん、お願いします。では参ります。でお次はじゃあ報酬上げていこう。ね、じゃあ車検とヤンね。はい、さあよう頑張ったね君たち。ありがたい。で投与できる方いるかな。さっきは空振りだったから、この方とかどうかな。あー見込みは薄いか。この投与もなかなか難しいんだよね。じゃあ次は地域内戦もやっていきましょうか。新しくこの辺取ったから、そうだな、とりあえず今はお金がいるから、じゃあこの方、じゃあ商業はい担当で、で上洛はそうやな、知力でこの方か、うん、じゃあ商業お願いします。さあ今はひたすら金を、知力でよし、じゃあこの方、うん、さすが芝居軍は知力が高い人がもうめちゃめちゃ多い、助かる。であとこの辺も取っていきたいな。さあでは行ってみましょうかね。いや待て待て、じゃあ出陣で、陣形砲屋、あー持ってる人はいないか。じゃあ長打これ取れるね。じゃあ長打でこれ取ってきてくんないかな。はいお願いします。占領、はいお願いします。いざ出陣です。さあ行きましょうかね。はいよ。さあどうなりますでしょうか。とりあえず今内政を頑張ろう。さあで戦略フェーズがちょっとかかるけど、さあまずは長安で長家がこの方を発見。うん、どうだ。よろしくお願いいたします。 OK ナイス、出ました。やばい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 、やばい逃げない、逃げて逃げて、すぐ逃げなさい。 OK OK。さあとりあえず二世で立てこもってる。ふう危なかった。でどうしてもここがちょっと今留守かだもんで、じゃあ輸送させようか。じゃあ兵糧じゃなくて兵士を1万5500ぐらいで、兵糧もじゃあ7200ぐらいで、お金もこんぐらいじゃあ用意しまして、はい。で運搬スキルを持ってるのはいない。ああ、そうか。じゃあこの方、はい。さあでこれをじゃあ運んでってください。はい、輸送さあ決定して、はい。では参ります。さあでこっからどうしましょうね。まずは決済で水挙、ああいいね。じゃあ水挙します。はい、造作もない。でこの方が士官、 OK ナイス。で次は報奨、報奨もあげましょうね。じゃあこの2人、はい。あーヤンはそんなにもういいか、うん。じゃあこの方、はい、ありがたい、はい、頑張ってね。でこっち3000の家臣の部隊が向かってるからちょっとこうやばいな。じゃあはい、ユリアンは帰ってきてください。でこっちなんとか部隊とあと武将を送っていこう。移動で移動で拠点はね監獄館でございまして、そうやな、とりあえず武将知力が高い旅将とあとね何千ぐらいいけるかなんだよね。芝将か。陣形は青函はちょっとあれだもんね。投石この方か。じゃあこう3人ぐらい、うん、4人ぐらいで行かせましょうかね。はい、じゃあいいでしょう。では向かうとしよう。さあ頑張ってください。さあでは行きましょうか。まずはどう動くみんな。まずユリアンは帰ってきなさい。で次はさあまずは移動させて、で長家がこの方を発見。あーダメだと、なんでマジっすか。でやばい、看護官に来てる。でさあでちょっとやばいよ。さあここはどうなるかな。さあとりあえず輸送部隊がもうすぐ到着する。帰る場所があるなら何としても行きねば。なんかあったっけ。さあではやっていきましょうか。まずは探索でなんか家宝を見つけよう。芝所じゃあお願いします。で次は東洋でああ在野の方がいらっしゃるね。じゃあこの方を投与しましょう。出立いたします。さあで他には誰か口説けるような方、この方強そうだね。
あー無理か、そうかそうか、残念。で、あとはじゃあ交渉で、じゃあこの方、うん、はい、感謝。さあ忠誠心を上げていこう。さあで、ちょっと今きついな、えらいことになってるなもんで、じゃあ芝居の1000人を出そうか。じゃあ応援で、うん、じゃあまずはここ行こう。ね、はい、さあ1000人で頑張ってもらおう。進軍、はい、決定。さあとりあえず頑張ろう、とりあえず乗り切るんだこの南極を。行くぞ、はいよ。さあこの輸送部隊が到着するさえすればなんとか耐えられる。さあどうなるここは。さあとりあえず1000人が出てきて、で攻撃できるはず、頑張って頑張って。さあどうだ、でよし、投与完了。上々です。政治の能力をプラス3するアイテムゲット、ナイス。さあでまずよし、増援部隊が到着で、こっち大丈夫か。さあちょっと芝居がピンチ。さあでじゃあまずはこっから、そうやな、じゃあ両将さん出していこうか。両将さんはじゃあ魚鱗で3000ぐらい出していきましょう。クソ3000しか出せないか。それか、眼光を出して、で、こっちから遠距離攻撃させるか。うん。じゃあ、そうしましょう。はい。出陣する。とりあえず、芝居は下がって、はい。入場。かしこまった。で、こっちには、代わりに、この8000の方出そうか。そうね。じゃあ、核翼、6000ぐらい出しとく。で、この方をじゃあ攻撃しよう。はい。さあうまくいくかな。出陣します。とりあえず芝居を逃がさんといかんね。さあでは投与もやっていきましょうか。まずはじゃあこの方、この方はねどうも引き連れる可能性が高いらしい。じゃあお願いします。さあで命令書はあと7か。まあこんなもんだろうな。とりあえず金がちょっと尽きてきたな、厳しい。さあでは頑張っていきましょう、頑張って。はい、さあ芝居逃げて、とりあえずあの代わりのものをよこすから。さあでまず一部隊潰して、さあでこの人が逃げた、で、あーいないか、そうかそうか。でしましょうが、あーそうなんだ、そうかそうか、残念。でとりあえずこの人を潰そう。さあで、あーちょっと向かっちゃってるけど大丈夫かな。死者が面会を望んでいます。長宿軍の死者がお見えになった。はいはい。なんでしょう、あなんかめっちゃべっぴんさんが来た。死者の任を受けた勇気イメージで話だけは聞くとしよう。何のようだ。芝居様の軍に捕らえられた調査員を解放していただけませんか。なんで私捕まえてんだろうな。敵を作るより有効的な勢力を作りましょう。わかった。うん、まあいいよ。うん、承諾。よかろう。捕虜の解放に応じるとしよう。ありがとうございます。さすが芝居様ですね。うん、そんな。で、捕虜としてたこの方の解放に応じました。オッケー。さあ、で、次は。まあ、とりあえず、この方は下げようか。さあで現在確認すると、こっち東卓の方からめちゃめちゃ部隊出てる。これは何なんでしょうね。これは一体どうしたことなんだろうか。で決済はとりあえず、あ水橋ある、よし。でさあでこの方が士官完了、 OK。 でこっからどうしていこうな。家臣攻めようかなと思ったら東卓の方が出てきやがった。マジか、いきなり東卓か。でとりあえずここの部隊は逃がそう。うん、では探索もやっていって、じゃあはい、お願いします。参ろう。さあで、あと報奨も与えまして、こう、うん、はい、お願いします。はい、感謝する。さあ、そして東洋もできる人いるかな。あ、この方か。じゃあとりあえず、芝居お願いします。参ろう。よし、じゃあ次はこの人を東洋試みてみよう。さあ、どんどん引き抜いていこう。さあ、ではどんな感じになるかな。さあこれはわからんくなってきたぞ。もうめちゃめちゃ難しいじゃんこのシナリオ。分かってたけどさ。長宿軍と芝居軍の関係が契約になった。あ、ここで戦ってるわ。ああやられてもうた。うわー、やられた。で芝居が、あー、この方を見つけたんだね。だけど断られちゃったと。さあここはどうなるんだろう。動揺してると。了解。さあこっちどうなるかな。芝居が、オッケー、ナイス。
さあ、私たちを攻めようとしてんのかな、こいつら。わあ、怖え。さあ、じゃあ次はこの人、もう一度口説いてみようか。はい、お願いします。で、こっち攻めたいなぁ。まあ、だけどちょっと厳しいな、守りが硬すぎる。そうやなぁ。これをどう打ち砕いていくかだよね。で、天水は兵糧めっちゃあんのか。これは悔しいなぁ。これめっちゃ心配になってきた。じゃあ次は、そうね。まあ、とりあえずこの辺をどんどん塗ったくっていこうか。さあ、一旦様子を見よう。あよ。さあ、どうなる?さあ、まずは動かして。さあ、で、これゲット。で、どうなるかな?動揺してるって、了解。さあ、で、向こうはなんとも攻めてこないというか。で、どうかな?おー、処刑ナイス。さあ、で、あー、攻めてきてるか。うわー、やばい。大丈夫か。これちょっと戻さんといかん、兵を。さあ、みんな戻ってこーい。さあ、それでは今回はここまでしていきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしくチャンネル登録、高評価お願いします。ヌペでした。さよならー。